お前は私を舐めてるのか？やはりそうだな。死ね。バカが、くだらんラジオなんかしおって。バカが、押すなと言われて、誰が言うことを聞くんだ？ソフィアチャンネル。ヘカーディア様、どういうことですか？私たちの目的は一緒のはず、共に戦う仲間では。仲間。ねえ、じゃあ聞くけど。どうして戦うことを諦めたのかしらん。私たちは決して諦めたわけでは。あなたたちは今、恐れているわよね。負けた時のことや、仲間を失うことを。違うかしら。それは、すでに負けているのと同じよね。そんな状態で、戦えると思ってるのかしら。私は言ったはずよ。邪魔する者は全員殺すってね。私がお前たちを裏切ったんじゃない。お前たちが私を裏切ったんだ。何が力を合わせて頑張るだ。お前たちの覚悟は、所詮そんなもんだ。何かあるとすぐ後ろを向きやがる。おい、何かしら。文句があんならかかってきなさいよ。いや、すまなかった。確かにお前の言う通りだ。迷いは、判断力を、決断力を失う。そして、死を招く。教えられたばかりだというのに、私は、分かっていた気になっているだけで、本当の意味を、分かっていなかったのかもしれません。やはり私は、まだまだ半人前のようです。いや、お前はそれを自分で気づけたんだ。立派なことさ。ありがとうございます。私たちは、どんな時も希望を捨てなかった。悲しむこともいいさ。ただなくしたものばかりを考えちゃいけねえ。残された大切なものを失わないよう、しっかり掴んでおかなければ。たとえ大切な人を失ったとしても、その人の思いや意志を引き継ぐことで、私たちの中で永遠に生き続ける、時には逃げたってもいい。ただ、前向きに、ですね。未来へと進んでるつもりで、過去にぶつかってしまうことがある。もう取り返しのつかない過去を見つめるとき、心は苦い後悔に染まる。それを私たちがどう受け止めるか。世界は嘘だらけで、真実なんて誰にもわからない。迷って立ち止まったら、絶望に追いつかれる。だから私たちは進み続けなければならない。これからどうなるかわからなくても、自分で見て、自分で感じて、自分で決める。自分で納得して決めたことなら、きっと後悔はしないですよね。どんな相手でも、あたいたちなら絶対に大丈夫。あたいたちは、最強だからね。よく見ておくんだ。これが人というものだ。どんな絶望を味わっても、必ず一つの光を、希望を持っている。たとえ可能性が低くても、諦めなければ。はい、マスター。レミー、私たち家族の絆は、永遠に消えることはないわ。あなたが一番わかっているはずよ。私もきっと、悲しくて、辛くて、逃げたくなると思う。それでもあなたが諦めないなら、私も、絶対に諦めないわ。そうね。私がみんなを引っ張っていかなければ、ありがとう。だけ。そうよ。私が迷ってしまっては、私が諦めてしまったら、フランや昨夜、そしてメイリンも、私が、しっかりしなければ。弱い。弱すぎる。話にならんな。お前たちの負けだ。さて、冥界と霊界を消滅させ、戻るとするか。ファイナルセブン。ふっ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 。まだやる気か。私たちは必ずあなたを倒します。理解できんな。この状況でどうやって勝つつもりだ。残っているのは、お前だけだぞ。私を忘れてんじゃないわよ。それでくたばれ、あれ、かぐやさん、後ろです。その程度の力で、よく我々6人に肩をなどと答えたな。死ね。まったくもって残念だ。少しは楽しませてくれるかと期待したんだが。そんな、嘘や。どうしたんだ、さっきまでの予定は、もう気が済んだなら死んでくれ。じゃあな。かぐやさん。さあ、今度こそ終わったか。まだ私がいますよ。次から次へと。ハムスを待ち、黙っていれば良いものを、なぜお前たちは抗う。ごちゃごちゃうるせえんだよ。さっさと。たばりやがれー。バカだ。どうやら貴様らは無駄なことが好きなようだね。終わりにしてやるぞ。
よ。停戦。はい。はあ。すべての力を注ぎ込みました。ありがとうございます。下がっていてください。メイリー中国戦闘戦略協力用に、真空戦略、起点弾。終わりです。ジャッジよく、ダマトクする。いましたね。お疲れ様です。いや本当に危なかったですね。もう二度と戦いたくないわ。やりましたよみんな。これで冥界と霊界は救われた。冥界の神たちにも感謝しなければ。みんなありがとう。皆さんお疲れ様です。それでは戻って皆さんに報告をしに行きましょう。冷戦再燃さん。な、何が起きて。今のは危なかった。この私が死にかけるとは。少し油断してしまったが、もう遊びはせんぞ。貴様ら全員殺してやる。冷戦、しっかりしなさい。すみません。姫様、私は、ここまでのようです。バカなこと言うんじゃないわよ。姫様。私のために泣いてくださるんですね。嬉しいです。聖戦、もっとみんなと一緒に過ごしたかったな。大丈夫よ聖戦、私たちが絶対に勝つから。諦めないから。だから聖戦。エイリンさん、どうされたんですか。あ、いえ、なんでもないわ。きっと気のせいよね。え、それはどういう。どうして、こんな、ことが。ユーゼロ、私の最大の技だ。無料。まずいですね。パチリー様のより数十倍でかい。あんなの、どうやって止めるんですか。安心しろ、ここはあのお方が作られた場所。このくらいでは壊れることはない。もっとも、星を破壊するくらいの力はあるだな。とりあえずかぐやさんたちを、エイキさんも手伝ってください。なぜ、こんなことに。エイキさん。は、はい。かぐやさんをお願いします。私は霊戦さんを。わかりました。かぐやさん、時間がありません。急いで避難してください。しっかりしろ、今は生きることを考えろ。生きる。命。かぐやさん、早く。バカが、逃げれる場所などない。私を倒さなければ道は開けんのだからな。私の勝ちだ。く、力を使い果たしてしまっては、どうしようも。一体、どうすれば。メイリンさん、サトリさん、お嬢様に、よろしく言っておいてくれませんか。どういう意味ですか。お願いしますね。メイリンさん、待ってください。ダメです、危険です。離してください。このままじゃメイリンさんが。メイリンさんの覚悟を無駄にする気ですか。私たちのためにあの人は。メイリンさん、何をする気だ。あいつは。お嬢様、すみません。あとは、よろしくお願いします。中国拳法、最終捜査用に、無限頭部。また固めるか、バカが、不可能だ。うわー。何かありましたっけ。ただの感謝の気持ちよ、受け取りなさいよ。
あ、じゃあ、ありがとうございます。あ、チョコですね。食べてもいいですか？どうかしら。うん、しょっぱいですね。あ、砂糖と醤油間違えちゃった。それと間違えたんですか？ごめん。作り直すわ。もう全部食べちゃいました。そんな無理して食べなくても。とっても美味しかったですよ。ありがとうございます、咲夜さん。わ、私だけじゃないから、みんなの感謝の気持ちも入ってるから。ふ、わかってますよ。あ、みんなからの伝言よ。いつも、コウマカンを守ってくれて。いつも、みんなを守ってくれて。ありがとう。メイリン。今まで、お世話になりました。ありえない。お疲れ様。メール。予想外だったが、どちらにせよ、お前たちに正気はない。心配するな、すぐに慌ててやるさ。今のバカなやつと、そこにいる愚かな小娘のようにな。愚かな娘って、冷戦のこと。そうだが、無駄死にだったな、実に愚かだ。私は、お前を絶対に許さない。裁く権利があるのは私だ。お前ごときに何か。な、は、はや。な、なんだ。その力は。調子に、乗るなよ。ま、待て。そんな力、どこから？みんなの悲しみを、怒りを、命を、その身に受けなさい。私が、負ける。そんな、ありえない。かぐやさん、えいきさん、かぐやさんは大丈夫、眠っているだけのようです。今は休みましょう。そうですね、ありがとう。本当にありがとうございます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録をお願いするわ。最新の動画や再生リストがございますので、ご視聴していただけると嬉しいです。じゃあとお願いするわね。しないとフランにプリン食べられちゃうじゃない。ちょっとお嬢様、コメントもお願いしますね。もうお嬢様待ってくださいよ。わあ、おっとっと、あ、チャンネル登録はこの真ん中のやつらでって言ってる場合じゃねえ。どこに逃げた？あそこか、逃がさないわよ、ノリさー。ちょっと借りるだけだって。あ、じゃね。